11社上場してるんですよ、僕が関わったフランチャイズ本部って。そのうち現在上場してるのは4社ですよね、はい、僕は今回この一番最初の段階でもうこれは成立するというふうに予想はしました。これはね、ただいろんなことを考えて成立する確率が高いということじゃなくて、これが成立しないようじゃね、やっぱ株式会社っていうものは何なのだっていう、そういう議論になりますよ。少なくとも上場会社っていうのは何なのかってことですね。もちろんね、これで個人株主がもう全く売らずに死守してということになったら、それは確かに美しい話であるのかもしれないけど、やっぱり上場した以上こういうことっていうのは成立する方向でいくよなというふうに僕は思いましたね。本当に世の中の人っていうのは株式会社っていうのがどういうものだったか分かってないでしょ。ちょっと昔にね、会社は誰のものかっていうような議論があったけど、基本的には会社っていうのは株主のもので、上場しちゃったらそれはもう株主というものは誰でもなれるっていう状態を作るってことですよね。エイバーはこれ林さん基本的にのみでしょ。そういう会社っていうのはもう林さんのものなわけですよね、はい、でもこれがちょっとでも他の人が入ってきたら、やっぱり少しずつ狂う可能性はあるわけですね。例えば僕がフランチャイズをやるときに林さんとやる条件として株式をまあちょっとくださいねという契約になっておったとしたらですね、やっぱり今こうやって仲良くやってても将来っていう可能性だって出てくるわけですよ。それがやっぱ株式会社の株主の意味ですよね。新卒の方々も株式会社にみんな入社するわけですけど、株式会社の仕組みってどういうものかも分かってないでしょ。代表取締役っていうのは株主代表として会社の利益を生む方向に行ってないやつを取り締まるという、そういう役目なんですよ、代表取締役っていうのは。代表取締役でない社長っていうのは、利益を生まない社長だったら代表取締役に取り締まられるという、そういう立場なんですよね。その辺分かってないですよね、世の中の人って。あんまりだから結局今回の大戸屋もこういうことになるのかなと僕は思いますけどね。上場しちゃったらこういうこともありますよね、うん、上場するっていうことはもう本当誰でも株を買えるわけでしょ、うん、その本当に敵対してるやつが、まあ、このコロワイドみたいな形じゃなくても村上ファンドみたいなこともあるわけだし、だからそういう意味では上場するっていうのは結構リスクはあるよねと、うん、いうことですよね。そこからですね、 FC 本部にとっての株式上場とはって話をしたいんですけどね。僕はもう最初からフランチャイズ本部の上場は反対、フランチャイズ加盟店マルチフランチャイジーとかの上場は賛成っていう立場なんですよね。ベンチャーリンク時代の経験則っていうのが一番大きいんですよ。11社上場してるんですよ、僕が関わったフランチャイズ本部って。そのうち現在上場してるのは4社ですよね、はい、ガリバーはじめ、最後の1社これカーブスまで入れてるから、カーブスこの間上場したばかりでしょ、はい、っていうことはほぼほぼ3だよね。だあとはレインズみたく一旦上場したけれども退場したみたいな。まあだけどタスコシステムとかワイヤリーバーなんて会社は完全に上場しながら潰れてしまったよね。でそういうこともあってやっぱり11の3とか4ですから、まあ結局上場っていうのは向いてないとやっぱり僕は思うんですよね。一度これはFC 本部にとって上場が良くない理由っていうのは話をしたつもりですけど、まあ一つはフランチャイズ本部っていうのはお金を集める仕組みあるから、あえて上場しなくてもこれ集まってくるよねっていうことと、あともう一つこれが大きいんですけど、上場時がやっぱりこうピークになっちゃうっていう業績のね、そういうケースがあって、で上場時がピークで上場した後業績が落ち出したりしたら、創業オーナーであってもこの会社のリーダーシップが取れなくなると、まあということで非常に FC 本部にとっての株式上場っていうのは、僕はなんであんなに皆さん目指したくなるんだろうなっていうのが正直なところなんですよね。上場しちゃったら会社をね成長させ続けないといけないわけですからね、うん、その時にフランチャイズ本部が、会社を成長させるためにはたくさん加盟を集めないといけないですからね、うん、でも集めようとして集めるってのはフランチャイズはねじれが生じますよね、うん、自然とみんながやりたいって言って増えるんだったらいいけれども、次の決算の数字が悪そうだから店舗数増やそうとか加盟金たくさん入れてもらおうって言って入れたらもうとんでもないことになりますからね、うん、そういうことだからフランチャイズ本部っていうのは上場に向かないということでよろしいんでしょうか。そうですね、もう僕はその通りだと思うんですよ。上場してるわけですから次の計画っていうのを、まあ、今年でコロナだからね次の計画をぼかすとこあるけど、やっぱり当然エイバーで上場すれば
次何校舎増えるんですか、何校舎増えるんですかって当たり前だけど発表する。それに行かなかったらこれはあのこういう理由でって発表する。そういうふうになるのは当然ですよね。そこから、まあ、あのおかしくなっちゃった本部っていうのをたくさん見てるからやっぱり来ないという話なんですよね。